ギリシャ系のカミラフカを着用した司祭。てっぺんに唾がついた形状となっている。カミラフカは、聖教会で、司祭、タスク祭が着用する、円柱系の帽子。日本聖教会には、円帽子との呼称もあるが、日常的にはこの漢字表記はあまり使われない。目立つ形状をしているが、象徴的には、謙遜さ、この世の貧しさ、この世で追うべき首引きを意味している。 カミラフカにベールを取り付けたものが黒ブークで、これは修道士が着用するものである。基本的にてっぺんが平らにされた形状を有するが、キリシャ系の伝統にある教会と、ロシア系の伝統にある教会とでは、形状が若干異なるほか、この2系統以外にも、例えばセルビア製教会でのカミラフカはいずれとも若干の形状の違いがある。 カミラフカの形状には地域差がある。ロシア系の教会では一定の年功、功績を積んだ司祭、タスク祭に与えられるものとなっており、ノブ政当所からこれを着用しているわけではない。村上春樹によるアトスさんをめぐった、祭の寄稿、雨天ん天では、バースデーケーキに例えられ、北野武氏からは、煙突みたいな帽子と評されたものは、黒ブークかカミラフカのいずれかであると思われる。 ありがとうございます。